です。お願いします。そしてカメラマンをやってくれてるのが、たまたまモンタナスポーツにいた八王子レクスタリティの江頭です。はい、ありがとうございます。お願いします。いやいや、マジたまたまなんだよな、本当に。偶然会うな。で、まあ、ご覧の通り、ちょっと今日、モンタナさんに、来てまして、まあ、新年で新しいグローブが入ったようなので、それをちょっと見ていきたいなと。まあ、あの、グラブオタクとして、ちょっとちゃんと見て、まあ、レビューできたらなと思います。まあ、感染予防対策ということで、本日は、すいません、あの、マスクの方させていただきます。それでは中入ってきます。はい、で今中入ってきて、ちょこっちなんですけど、それがこちらです。おお、かっけええぐい、マジで本当にもう玉沢ですよ。いや、渋いね、玉沢ってところが。うん、で入ってきてるのが、こちらがまず投手用のグローブになります。限定品なので、スペシャルオーダーと書かれています。で、紐もこれブロンド系のグローブになるのかな。いや、同色っすね、多分これ。うん、まあだから、どうなんだろう、これは紐も多分、まあ、クリームなりブロンド系の色 で中がコルク系の色、中もコルク系の色になってるので、なんかどちらかというとカッチリとした色合いのグローブだなというふうに感じます。で、すいません、もう前もってはめていいよということで、許可は得てるので、すいません、はめさせてもらいます。で、型としてはでかいです、結構。そうですね、補給面がちょっと広い、うん、ピッチャー用ですので、まあ横型に握りつぶすような、最初の型は横型で握りつぶすような型をしていて、で、まあ公式用にしては軽いなっていうのは感じますね。で、めちゃくちゃ硬いっす、やっぱ公式用なのか分かんないですけど。で、なんだろうな、意外とでもまだ型ついてない状態だからかもしれないですけど、ちょっと浅めにも感じますね。確かに茶用にしては見てる感じ見ると、あの中指薬指のところがちょっと前めに来てるんで、内野手用の当て取り系の型にも、こういう型、そうですよね、こういう型をするような、まあ握りつぶすっていう点で言ったら、かなり握りつぶしやすいのかなと、投げる分にはいい感じかなとは思いますね、僕は。完全横系の人向きですね、うん、で、まあやっぱり横型特有のちょっと丸みを帯びてるようなグローブで、ウェブがドットっていうんですかね、これは。だんだん小さくなってって、視力検査みたいな視力検査丸じゃねえだろいや、あの視力検査とか上大きくて下小さくなる。あ、はいはいはい、そういうことで、視力検査みたいな。なるほどなるほど、まあ、確かにそう言われてみればそうかもしれない。縫い糸が茶色系の紐になる感じですね。いや、縫製めっちゃ綺麗ですね、うん、綺麗、本当に綺麗で、補給面も浮き一切ないっす。さすが技術の玉沢さんと言ったようなところですね。いやー、もう、まあ、多分今年もブロンドカラーって引き続きトレンドカラーになってくると思うので、気になる方がいたらぜひ。まあ投手用なんでね、あのもし内野手とかだとブロンド汚れちゃうかもしれないんですけど、投手用ってそんなに汚れることもないと思うんですよ。綺麗な状態を保てる投手用だからこそ、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。あと、シンプルちょっと気になったこと一個だけいいですか。はい。ラベルが渋い。うん、なんか最近カンタマが結構流行ってるじゃないですか、はい、玉沢って。カンタマ知らない人いるんで、あ、多分 お伝えした方がいいと思うんですけど、カンタマっていうの漢字の玉沢、はいはい、が流行ってると思うんですけども、それをまあ昔からあるというか、そうですね、昔の玉沢ラベルって、これのラベルだったと思うんですけど、なんかこんな感じの、そうですよね、ラベルだったんですけど、でしかもまあ高級感もある、金色っていう、すっげーかっけー、マジで。いや、もう渋いの一言。まあ、玉沢さんももう100年以上ですよね、確か。確かそうですね。やってるので、まあもう本当に伝統が詰まったグローブって言ったような、技術が詰まったグローブなので、まあ、気になった方はぜひ、モンタナさんへ行こうしてください。続いては、内野用のブロンドカラーのグローブになります。こちらも限定品、スペシャルオーダーと書いてあります。で、まあ、先ほどのグローブと違うところっていうと、まあ、投資用、じゃないといったところから、紐もちょっと色が、まあ、茶色系に近いような、紐をしております。で、こちらは親指が結構詰まってるんですよね。なんで親指を動かさない、もう本当に結構きつめなので、まあ使っていくうちにどんどん広がっていくと思うんですけど、親指に遊びがないような内野手用のグローブ
となっております。補給面ちゃんとあれですね、ここがクロスになってるんで、はい、ちゃんと補給面も保護されてるというか、そうですね、最近の流行りのグローブですね。で、まあウェブもクロスウェブって柔らかくなりがちなんですけれども、ここに編み込みがあるので補強はさらにされるかなといったところです。ちなみに、はい、革質ってどういう革質してます？まあ、パリッとしてるとかちょっと柔らかめとか、どちらかというともっちりしてるような、ほうほうほう、触った感じだと、まあ、革はもちろんまだ硬いんですけれども、革自体の特性というのはかなりもっちりしたような革をしております。ちょっとしっとり系のグローブって感じですよね、はいはい、指股がなし順巻きのグローブなので、どちらかというとまあ深く使うようなイメージのグローブではあるんですけれども、重心別に手元にもあるなっていう感じは、はめた感じはしますね。じゃあ結構ポケットは自由自在に作れそうな感じです。普通だったら指股入ってなくて順巻きだと結構奥に一点集中のグローブだと思うんですけども、こっちにも別に作れそうだなっていうグローブではあるので、まあただ言った通りちょっと親指がきつめではあるので、どちらかというと深く使った方がグローブの特性にも合ってるのかなといったようなグローブです。使ったらこれ激渋になるだろうなっていうダイビングキャッチした時にこの背面が汚れて、うん、いいツヤが出てきてっていうのをやりたいですよね。そうそうそう、はいはいはい、でもポンポンポンって。価格はいくらぐらいなんですか？税別で4万8000円みたいな。え、めちゃ安いっすよね。玉沢の定番ってそのくらいじゃなかったでしたっけ？そうそう、定番と同じ価格で、で多分ここから作るんだったらオーダーになるっぽいんですよ。でちなみにオーダーだと6万3000円から。そんなすんすか。もうかなりお買い得っすよこれ。なおかつちょっと今さらっと調べたんですけど、カラーがブロンド系とかキャメル系で、多分他社さん名前出してると思うんですけど、エクリっていうらしいんですよ。へえ、なんか珍しいですね。よくブロンドとか、うんうん、クリームとかよく聞くじゃないですか、はい、違うんですね。まあメーカーによって違うと思ってました、まあまあね、ましたけど、この安さはえぐいな。もう一個ちょっとブロンド系で気になったのがありまして、ほう、ちょっと草野球人向けなんですけど、ほう、気になっちゃって気になっちゃって、さっきからもうね撮影がもうおろそかになっちゃうぐらい気になっちゃってて、これザナックスじゃないですか。そうなんですよ。いやえぐい、本当に多分めちゃくちゃ見やすいと思います。いやこれ、ね、多分離れてもこう遠くから見るじゃないですか。あの補給面が青なんですけど、うん、周りのこの街の部分がブロンド系なんで、まあ、そうですね、白じゃないけれども、うん、その目立つって意味だったら、いやめっちゃ目立つ、うん、いや目立ちますよ。はめた感じは形オーソドックスで、まあ軽い、やっぱ軟式用ではあるのでかなり軽いグローブで、中に入ってる手袋、まあグローブとかミットって中に手袋ってものがあるんですけども、そこもちゃんとしっかりと、まあ、大きすぎず小さすぎず、のようなので、遊びもなかなか少ない、かなりいいグローブだなっていうのと、あとはちょっと蹴り側を見てください。はい、黄金です。なんかね、でもね、ブロンド系だからかは分かんないですけど、逆にそこまで目立たなくて、うん、ちょっと渋い。そう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 。めっちゃいい。で、ステッチがピンクなんですよ。いや、思ったんですよ。僕、このラベルめっちゃ可愛いなと思って。そうなんですよ。ラベルと多分合わせて、ステッチがピンクになってるなっていうのがあるので。これあれですかね、ザナパワーシリーズですかね、もしかして。そうです、ザナパワーです。いやー、かっこいいな、これ、うん。で、安心安全のメイドインジャパン。草野球で、まあ、ピッチャーのためにもなるような配色のグローブではあるので、まあ、ぜひちょっと新しくキャッチャー見てほしいなっていう方は、ご検討されてみてもいいのではないかと思います。ちなみにこれも限定です。お値段が、25,300円、税込みです。あ、でもキャッチャーミットならまあまあまあ、軟式のキャッチャーミットだな、軟式のキャッチャーミットだな、軟式のキャッチャーミットだな、だったら普通ぐらい。そうですね、これもどちらかというとなんか油分が多めな皮をしていて、マチはでもちょっと太めですか？僕はまあ細いのかな、かなり極端に細いのが好きなので太くかなって感じはするんですけども、薄めかなっていう。でちゃんとここにくぼみがあるので掴んだら離さないっていう、ここにちゃんとくぼみがあるので、もう本当にオーソドックスなキャッチャーミット型自体はしてるので、欲しいっちゃ欲しいですけど、まあいろいろちょっとあるのでまだ届いてないのがまた買ってんのかこの人。もう品質も本当にいいグローブなので、ぜひぜひ検討してみてはいかがでしょうか。ということで、本日は良平大興奮のキャメル系のグローブの紹介でした。3点ともかなりいいグローブとなっているので、まあ、少しでも気になったよって方はぜひモントラスポーツさえよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント企画。マジ？いつの間に？まあさらっと話してだってよ、だってよ、みんな。僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹。
その右手握力なくなるぐらい痺れちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いのは痛いですね、下手なだけ。高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっとそんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ、何これ、あの衝撃吸収。ああ僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、タクバットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやるとあの衝撃が少しは吸収されるという。マジで。プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなって時だったら練習でどんどん打つ時に使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ついちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、両平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うんだけど、うん、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので。応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント、はい。で、期間はまあ気まぐれで。気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方ですと、はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ました。はい。これはい。Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ何種類です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、長平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Glorious life.